こんにちは、佐々木です。本日はメルカリミナペルホネンという検索ワードで出品検索してみた不要品で大金稼げるチャンスですよというテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう、はいえー。この動画ではミナペルホネンという、ね、検索ワードで稼げる商品ですね、ぜひ探してみましたので、ぜひ、ね、紹介させていただきます、はいえー。こちらミナペルホネですね。 入力していただきましてですねこちらの方ですね売り切れ完了ですはい、えー、そうしたらこういった対応できますはいであのこのミナペルホォレンていうのはどういったものかというとですねこれファッションのブランドなんですよねはいであのこうパッと見ていろいろ思うんですけどま例えばですねま、まあ、こういった風にねちょっと参考にしてほしいんですが、ま、ハンドメイドねできる方ぜひねあの稼げるチャンスなんですよねで ま、これなんですけど、見ていただきまして、3月のネイビー、とワイトタンバリン、蝶々ってあるんですけど、まあ、これね、まあ、あの、仮にですね、自宅にある方、持ってる方とかね、まあ、この作っていただきまして、まあ、貼り付けてね、作っていただければ、まあ、2950円儲かります。はい。これ、ハンドミッポーズですね。まあ、こういったふうにね、あの、自分でね、作成してお金稼ぐできますので、ぜひね、まあ、興味ある方、やっていただければね、ま、あいいかと思います。はい。 はい、えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、えー、30分無料コンサル、10万円稼げるマリヒマニュアルをプレゼントします。ニックネームかスタンプお願いします。あと、YouTube から質問ですが、一切受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。